すみません、圧勝で、また覇者がね、はしゃいじゃってすみません、本当に。申し訳ない。それ気に入ってやめてよ、それ気に入って。2回、3回、2回、3回使ってくタイプだね。一流のはしゃり見せましたから、すみません、ごめんなさい。すみません。はしゃってくか。じゃあ、次誰いきますか、ね、次どうしよっか。いきまーす。あ、シュート、じゃあ、もう、じゃあ、これハンサムさん、行かないと。行く。ハンサムさん、行きましょう。ミスください。いきなり決勝ぜ。やろうぜ。いきなり決勝ぜ。大丈夫か。もうやっちゃった。一回冷まさないと。大丈夫、最終回。大丈夫これ。では、お二人、ミュートお願いします。はい。コメント消します。ツーシームの顔できてる。ツーシームって野球だっけ？野球野球っすね。そうだね。変化球の種類じゃん。そうですね。まあ、最初はね、もう来るまでね、何もできないからね。あ、そうですね。そうそう、誰だろう。でもあれですね、久しぶりだったけど楽しいね、やっぱこれね。面白いよ。一番面白いです、ちょっとこれ。ていうか、まさかの黒人さんとオリカスさん、だいぶ繋がってましたね。いや、やっぱね、波長が合うんでしょうね。いや、あの絶対そうなんだ。インベーダーは緑っても、そう。だってさ、ちゃんとさ、人形だったら何でもあるじゃんって言ってくれたもん、ハンサムさん。すごいもん。俺もね、人形だったら何でもあるから、さすがに。いや、ストラップとかあったら何でもあるから、絶対言わないでしょ。何でもあるだ。インベーダーは、じゃあ、前の方の敵、緑色だった気がするよ、あれ。あ、そう。緑色と赤と黄色だったけど。インベーダー緑はだいぶミラクルだと思うけどな。あ、そうだったっけ。あれ、もう消去法でしたね。まあ、消去法だ、まあ、消去法だからいいと思うんですね。なるほどね。うん。うまかったよ。あれ、うまかった。緑色のインベーダー。ねえ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 、摩天楼ってさ。うん。摩天楼って、なんか高いビルのことじゃない？いや、これ、そこ言わない。あ、言った方が面白い。あ、なんか一応、あ、来た来た。あ、これ俺シュート。やるじゃん、3枚抜き。いや、これ怪しい、これ怪しい、怪しい。怖いな、ね。風。これ、ね、風で。オースって入ってない、どうし。風。オースって入ってる。風、つながりある。芝も芝。オース、豪傑、泥水もあります。竹かな。フルフロンタルじゃない違う。竹も自然だよね。まあ、泥水もまあ自然か。それでも、摩天楼の桜、勘違いして、みたいな。あ、これあれだね、なんかバージョンアップされたね、なんか気変入ってるから自然となんか入れてるみたいな。じゃあとりあえず確実なのから言ってく。風は確実だよね。確実、まあ、風はさすがに風は行こう。オッケー。芝も行っちゃうよ。いいよ。おお、じゃあ泥水か竹かだね。うん、そうだね。まあ、どっちかな、でも水入ってるしね、どっちだろう。ただね、3ってね、結構ね、シュート無理くりやってくる可能性あるんですよ。おお。でも大谷君その辺もちょっと取るからでねえねえ、いや、その辺梅ちゃん、これは自然じゃないよね、大丈夫。あ、もう自然だね。あ、マグマあるわ。あ、気づきやがった。あともう一つ ね、 自然だね。大谷はね、ツーシーム自然に投げたらしいよ。それはもうさ、自然に投げ遊びでさ、不死に不自然とか物語になってんじゃないかと。なんか言葉遊びしてきそうな怖さがあるんだよな。いや、マグマあるなぁ。どうする？なんか竹よりマグマの方が近い気がしてきた。竹よりはマグマだね、多分、ね。竹、うん、竹確かにな。泥水ってさ、なんか、ちょっと二つの意味だ。まあ、そうなんだよ。そうなんだよね、うん。マグマの方が自然って感じはするよね。どうする？マグマ行ってみるかい？マグマ、泥水一票です。なるほど。マグマ、マグマかな。トラブはシュートマジ信頼してねえな。いやいや、そうだ、そんなことないですよ、別に。いやー、困ったね。どうする？もう、マグマさんマグマですか？ゴンタさんマグマですか？いや、でも、いや、うん、そうだね。泥水は本当に、梅ちゃん言ったように、水が濁って泥水になるから。うん、まあ、まあ、それ言ったら、じゃあ、入ってないし、きりないけど、まあ、これはでも多分、毎回、この3つどれか選んでいく感じだよ。毎回、毎回。泥水、マグマ、竹で、順番は関係ない。オッケー、じゃあ、潰していこう。じゃあ、マグマから言っていいかい？マグマからでいいと思う。行きましょう。オッケー。押しちゃう。エルマグマ、まあ、自然じゃねえぞ。それだけじゃないんだよな、マジで。シュートさー、普通にそれは何だ。自然じゃねえの、マグマ、あいつ。おいしい。大自然で大自然。あいつ作れるの、マグマ。人工人工ですか、マグマって。ロギア系のお前さ、能力者、マグマだったろうが。おい。ワンピース読んでねえのか。マジか、あいつマグマ作れんのか、あいつすげえな。自然そのものだろ、これ。マジでね。本当だよ。シュート、これあんだよ。ハンサム余裕っすわ。こんなガキに負けないっすわ。やばいな。ハンサム、折笠大先生、こんなやつ負けない。しょれます、これ。しょれますね、これはね。しょれます。
いや、ビビったこっちの方かよ、マグマ。マジかよ。超笑ったわ。いや、これがシュートなんですよ。しかもちょっと遅れてるから、多分マグマ入ってたんじゃない、高校に。でも、もったいないから今、また変えてますよ。変える感じ。そう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 。ありえますね。ありがてえよ、ほんと。しまった。やったな、これは。気づいちまったよ、マグマ。これは俺たちのせいじゃない。これは俺たちのせいじゃない。いや、ゴンちゃんのせいじゃない。俺だってさ、言おうとしたけど言わんかったもん。マグを忘れてる、こいつらと思って。したらこっちだった。さすがに開けた後に黒人さんが、いや、これ人工物かよっていうツッコミで、うん、いや間違いなく自然だわと思ったから悔いはない。悔いはないわ。今の現代科学をもってしてもマグマ作れない。マグマ作れないよな。作れない。ツッコミだったから、そうだわ、自然のもんだったわつって。いや、3来て、あ、すげえうまいなと思ったんですけどね。そうだね。ね、うまいねと思ったもんね。思いました。マグマ、風、芝だったの自然だもんね。うまいよね。あ、でもまあ、順番良かったね。あ、まあ、そうだね。まだ、まだ、まだね。まだまだそうだよ。わかんない。いや、俺、泥水黒だったら笑うな、マジで。ありそう。ありそう。言うのやめてよ。ありそう。シュート、泥水黒とか言ってさ、ありそう。黒だったしね。いや、マジで、青踏まされてる時点で黒全然あるもんな。全然あんだよ、もう。そうなんだよ。怖えんだよ。オリカさん。あ、ちょっとオリカさん。あれオリカさん。あれちょっと待って。オリカさん。対面なんですが。オリカさん大丈夫かな。なんなら俺ら繋いでたんだよ。絶対大丈夫だから。1くんじゃないですか、これ。1? これ 1? ちょっと1来そうだな、これ。1が来るんじゃないですか。5分だぞ、これ1来たら。この兆候なんだよ。これ1来たら5分ですよ。踊り、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 踊り。踊り踊り踊り20秒です。サルサってなんすか？サルサって踊りですか？サルサは踊り踊り踊りですか？そう、そうね。サルサ踊り二三脚踊り10秒サルサ押しましょうか。サルサ押そう、サルサ押そう。オッケーオッケー。飛ばします？これとりあえず考えてください。飛ばそう飛ばそう飛ばそう。ちょ、遅すぎるわ。踊り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 、あ、飛び踊り、いや違うな、考えとか。入場料、入場料で踊らない、汚い、泥水来た、泥水来た、泥水か、やるな、泥水と、なんだネズミ子、これ汚い、まあ、フシ、いや悪い悪い、ネズミ子汚い、あとフシも汚いとか言ってきそう、フシ汚いって言ってきそう、ずるいずるい、マジで言ってきそう、確かに。フシ汚いじゃないですか。いや、梅原さん、ロンじゃないですか。ツモ、ツモじゃない。ロン汚い。いや、ちょっと待ってよ、もうなんか。広いよ。出上がりが汚いっていう。そんな、そんな、昔の価値観も。まだで、じゃあ、泥水から行こう。さすがに泥水から行こう。トロイの木馬ってあれ、ウイルスですよね。ウイルスだね、そうなんだよ。違うよね。追わなくていいよね、これ。追わなくていい。全然関係ない、関係ない。いいよ。泥水、泥水。泥水、泥水絶対確定。さすがにこれはもう間違いない。え、ちょっと待って、ネズミ子、常習犯は違うもんね。ネズミ子はまあ汚いよね。まあネズミ子は汚いかな。ネズミ子かな、ネズミ子か。まあネズミ。ネズミ子は普通に汚いでしょ。ネズミって言葉ついてるし、もう。うん。いいんじゃない、連想的にも。まあまあまあ、白だから、白だから。ちょっと待って、踊り、踊りが分からない。踊りどうする、踊り。踊りなんだろうね。踊り食いとかでもないよ、ね。ツーシーム汚いとかあんのか。踊り。ツーシームは。もうそれを追い出すともう無理だよ。いや、もうこれ無理だろ。踊りって何？踊り。踊り。もしかしたらトロイの木馬がさ、トロイの木馬がさ、もしかしてさ、なんかのさ、演目だと思ってない、こいつ。いや、でもね、オリカさんね、人に伝えることはできなくても、知識はあると思うんだよね。あるんだ、そうかそうか。トロイの木馬が何かは多分知ってると思うんだよ。あ、さすがに知ってるか。うん。なるほど。踊り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 、ラインダンス、あ、ビル踊り場あるよ。あ、踊り場のことかな。踊り場、踊り場のこと。だから踊り、摩天楼にも踊り場あるだろう。摩天楼もあるだろうな、多分な。いや、大谷が通信、通信はいいよ、通信はいいよ。これはさっき言ったしな、冗談で言った。自然のキャッチャーではない。キャッチャーじゃないな。キャッチャー、野球っていうもんね、そしたら。野球ないから。野球っていうから、キャッチャーではない。そうだよね。だから、なんだろう。ホームラン。マテンロ、レール。大谷。あ、大谷ってさ、豪気の方の大谷かもしれないじゃん。あ、確かに確かに。でもありますね。それだとなんだろう。二人三脚やったから、二人で。
GTO。 イエス。そう。いや難しいな。ちゃうか。かなりでも思考が飛んでていいですね。でも大谷ってそれぐらいしかない。まあ通信も行っちゃっていいと思うんだよね、俺。お、絶対いいと思います。行こう行こう行こう。はい、これ聞いてたから。あと大谷。大谷だってピッチャーだもんね。キャッチャーじゃないからね。うん、バッターもないしな。いや俺二人三脚押したいわ、多分。あの俺ならオジリーグのリーガーなら分かる。オジリーガー二人いる読みの二人三脚で。俺二人三脚。いや押してみてもいいよ。押してみてもいい。行こうか。行こうか。行こうか。うん、オッケー。行きましょう。行きます。いいねー。ごめん、よし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 。ごめん、ゴリカサさん。なんだこれ、だけど、だけどこれ、何なのか分かんない。大谷ってなんだ大谷ってなんだよ。ってこれ、キャッチャーってことかな。だったら野球って言えよな、マジで。まあ、そうそうそう。野球じゃないから。野球じゃないじゃないかな。うわ、また3、すごくない？ 3？ ってか、なんでこんなにさ、弱いのに3ばっか出してくんだろう。ブーフソー。レール、レールはほぼ確定なのね。ちょっと踊りの一つもね、ちょっと考えといて。新幹線。新幹線。標識は関係ない。俺もあそうピンとくるのはこれ。まあそうですね。あとは入場料はかかりますね。かかるね。入場料は。まあまあこの辺なのかな。汚い3なんだよね。汚いってさ。汚いまだ2個空いてないですもんね。汚いは2個空いてないからね。そう、2人三脚ではないよね、さすがに。ないと思う。てかレールじゃいっとくとりあえず。レールは硬いからレールしちゃおうか。あ、ちょっと待ってください。あの汚い二人三脚の可能性ありますわ、なんか。なんで？マジですか？いや、わかんないです。でもなんかシュートならなんか潔癖。二人三脚汚いと思うの？汚いって思うかもしれない。なんかシュートならレースそうじゃないですか。ちょっと待って、バカかお前。ちょっと待って、ちょっと待って。シュートってさ、シュートってあの麻雀ルール知ってる？いや、知らなそう。知らなそう。知ってるならロンはあり得るんだよね。いや、知らなそう。知らないか。じゃあ、ちょっと新幹線で行く。じゃあ、新幹線で行こうか。入場料はどう？片付けだよ。入場料。まあ、入場料ですよね、さすがに。標識。標識と入場料、どっちですかね。ビルは関係ねえしな。一点突破とかはイメージ的に、一点突破のイメージない？新幹線あります。新幹線？うん。他の道ないっすもんね。確かに。他は電車全部そうなんだけど。いや、でも、俺は、まあ、点じゃないからな、あれ。飛びは？飛ばす。どういうこと？飛び。ちょっと遠いですかね。遠いか。ウェイトレスいたっけ、新幹線って。いないよね。いるよ。でもなんか、いるけど、ウェイトレスいるけど、ウェイトレスは言わないよ、あれは。ハンパリンだからね。いや、でも連想だからさ。わざわざ新幹線っていう。で、ウェイトレスは標識で埋めちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、気づいた気づいた。これさ、レールと入場料だけだったら、これ電車でいいわ。だから、ウェイトレス結構あると思うぞ、これ。新幹線にわざわざしてきたってことは。そっか、標識はない、うん、全然マジない。1点突破の標識も電車でいいから、はい、電車じゃないやつがいいよ。新幹線にしかないものにした方がいいよ。1点突破とか、あ、そういうこと、確かにね、うん、あ、確かに、うん、そうか、そうか、どれ電車じゃなくて、うまいね、そうか、なるほどね、うん、俺ウェイトレスをしたいです。わかりました。汚いは関係ないけどね、これね。でも入場料どうします？入場料どうします？入場料まずいきます。まあいいよ、行ってもいいよ。あ、うん、行ってみ、いいよ、じゃあ、入場料行こうか。行きたい、行きたい。行かない。入場料来た。相手の踊りのものも可能性あるよ。ウェイトレスも行くよ。ウェイトレスも行くよ。いや、行くよ、行くよ。あ、いいよ。オッケー、オッケー。でも、レールと入場料だけやばいな。新幹線するぐらいか。俺、一点突破とか、大谷の地形じゃないか。一点突破、ワンチャン突破の方がありそうですね。踊りと大谷が、マジわかんないね。大谷がまず、もう踊りはもしかしたらビルかもしれないじゃないですか。あ、精神疾患。精神疾患。あ、じゃあ常習犯と看護婦、看護師、うん、あ、看護師、ね、常習犯はあるよね。はい、この2つは、まあ、精神疾患、病気なんで看護師がまず硬いんじゃないですか、うん、あ、でも看護師しますね。看護師、そうか、はい、いや、あ、常習犯からじゃない先に。ああ、ええー、いやー、これやっちゃったね。常習犯。いや、トリップもあるかもしれないんだよ、トリップ。これは、まあ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 。そう、だからトリップと常習犯だったら、例えば麻薬とかでもいいんじゃない？うん、さっき、わかりやすい言葉。まあ確かにそうだね。点突破でいいのかな、多分。点突破。やばいよ、これ。うん、これ、他の方が5個もあるぞ、やばいぞ。そもそも新幹線標識っていうイメージあんまりないです。ない、ないし、標識だったら絶対、ええ、1か5。キャッチャー。キャッチャーはやるよ、じゃあ。キャッチャー、もう行きましょう。
よくこの切り赤がある状況で大谷出してきたな。まあ確かに、数式的にもだいぶ余裕あるから。てか、消しちゃった方がいいよ、食べるか。それが汚いから考えるかっすね。ひょあと、ちなみに、あれ、一番最初の自然がまだ余ってるから、泥水かな。泥水、あれ泥水でしょ。自然は泥水でしょ。あれ泥水でいいと思う。汚いが全然わかんないね。なんだろうね。トリップ不死？それこそ不死汚えっていう。ただこれでもさ、もう、要は勝つ自信あるから1なわけだよね。多分相手がこの。ああ、じゃあ、ゆっくりやってっても大丈夫よってこと。でも、まあ、なんか開けた方がいいよ。標識はまあ無難だよね。めちゃくちゃ。ただ新幹線にする意味ないよね。そうなんですよね。電車ですね。電車でいいよ、ね。そうなんだよ。しかもまあそんなイメージねえし。なんなら。だったら汚いとかの方がいいのかな。でも汚いが本当にしないんですよ。ないよ、もう。不死とか、ロンとか。まあトロイの木馬のウイルスの意味を知ってて。常習犯とか常習犯でも向こうだよな。多分いや、なんか死なないって汚いじゃないですか。は、シュート君言いそうな気がする。いや、超言いそうなんだよ、それマジで。まあ、言いそうなんだよな。汚い。不死汚いあるでしょ。うん。アンデッド系。汚いとか言ってずるいしょって汚いよなって言いそう。言いそう。そう一方でもあるし、これが黒の可能性もすごくあると思う、ね。いや、もうそれ言ったらもう怖くて押せねえ、もう何も押せねえ。何も押せねえけど、でも俺、1点突破は言っていいと思うよ。だって、僕も今回じゃない。1点突破推しです。じゃあ1点突破行こうよ。それ行こう行こう行こう。トリップとかじゃないよね。大丈夫だよね。あ、トリップ旅行か。いや、それはトラベル。トラベルじゃない。いや、小旅行みたいなのもトリップ言いますね。けど旅行ってなんか関係あるの？どういうこと？新幹線使うじゃないですか。あ、新幹線で旅行？あ、そういうこと、はい？しかもちょうどトリップっぽい。なるほどトリップか。あるなこれマジで。トリップでも入ってるんだと思うぜ。英語知ってる？精神疾患だから。そうだな。精神疾患だから、そうだな。うん。1点突破だよ。1点突破行こうよ。1点突破な気がするな。ずっと当たりつけてた、まあ、無難に行くなら標識だけど、どっちでもいいよ。まあ、リードしてるから、安全策で標識でもいいけど。1点突破行きたい。新幹線だから1点突破っていうのは熱いよ。OKOK。じゃあ1点突破行こうか。OK。はい。おし！よし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 。やばいぞ、これ。さすが、やる。これ5個行かなきゃあかんわ。5枚。頼むよ。5枚行こう。5枚行こう。もう頑張ろう。常習犯、トリップ。大谷が何か、大谷が分かれば、大谷ボールが飛び違うな、大谷はやばいね、大谷こんな差がつくとはな、不死かな、大谷不死なんですか、いや知らなそうだよ、あんだけいやしないから強そうだったら知らない、怪我も強そうだよ、あとボーダーラインが高い、ああまあー、ホームラン競争の、そうそうそう、だからボーダーライン結構あるかもしれない、あのだって自分で自分をさ戒めてたじゃん、そうです、ね、すげえ成績残してるのに、その自分の意識が高いっていうので生き物5、あこれはいけってことだ、これいけってことだ、まあ常習犯いくよ、はい、うん、時給は、はい、常習犯トリップですかね、トリップかな、生き物ってさ、はい、生き物だから死なない、トビウオのトビとか、あ、それもか、あ、トビは確かに、はい、トビだ、そうだ、そうだ。鳥の。行こうか、トビ行こうか、トビ行こうか。トビ、トビ行く。で、生き物で、トリップもあるよね、多分ね、はい、精神疾患で。そう、精神疾患でいけると思います。じゃあ行こうか。はい。まあ一応書いて、ボーダーラインもあるじゃん。はい、あとなんだ、あと、ビルでしたっけ、何だっけ、あれ、踊り場踊り場、踊りだね、はい、踊り。いや、ちょっと、それは多分俺はあんまりだと思う。マジですか。だって待ってるの、生き物、まあ、とりあえずボーダーラインとトリップいっちゃうか、もう勝てないもんね。はい、行きましょう。じゃあトリップいく。うわー、マジかよ。マジか。なんだ。あ、終わった。マジか。精神疾患ってなんだ、精神疾患、じゃあトロイの木馬かな、そんな作るやつは頭悪いみたいな。は、あ、完全にもうナメプレイが入ってた。ああ、なるほどね。あ、トロイの木馬か。じゃあ。トロイの木馬作戦。トロイの木馬作戦なの、はい。なんか木馬に乗って。なんかなんだこれって言って、元々ね、はい、元々はね、侵略させて、なんか兵士がいっぱい出てくるって言って。そうなんだ、はい、へぇー。中からいっぱい。よかった、トラボ君いてよかった。梅ちゃん分かってたこれ。いや、まあ、トロイの木馬しかないよね。だって他、そうなんだ、へぇー。マテンローなんだよく知らないけど、マテンローがないんだったら、まあ、トロイの木馬しか。じゃあ、トロイの木馬、特定ですよね。ボーダーライン作戦とかないですよね。竹作戦、ない、ない。いやいや、いいんじゃない、だって、それだったら確定でしょ。うん、シュートがそれをトロイの木馬をさ表現するときに作戦って言うかな、
まあでも元のネタはでもそういうものでしょ。元ネタはいや、はい、木馬そのものはだってそのものよ、ものっていうかその大きな木馬よ。えけどだってこれ作戦名なんでしょ。そもそもトロイの木馬作戦名というかあった出来事を名前そういう名前がついてるだけで、あそうなんだ。作戦名ではないと思うよ別に。あそうなんだ。いや俺ごめんこれはちょっと分からんわ俺、てか昔すぎて作戦名が何だったかなんて分かんないけど、いやまあ作戦っぽいのは作戦っぽいですけど、ただシュートがそれを知ってるのが僕はどうかなって でもトラボ君真っ先にこれ連想してくれたし、まあ俺もトロイの木馬かなっていう作戦っていうかそのまあ戦いのイメージだからね。まあそうっすよね。まあ大丈夫じゃない、他がだってないよ。いやいや、新竹山登るがあったじゃん。新竹山登るが。竹だよ、竹。新竹じゃない。やめろやめろ。まあまあまあ、じゃあ解釈してやりますか。とどめさせてあげますか、じゃあ。そうしましょう。いいと思うんだけど、でもちょっと怖いよな。作戦よりもっといいヒントあったと思うんだけど。まあ確かに。もう、ウイルスとかの方が、ウイルスの、ね、俺は分かりやすいよな。やばいんじゃないですか、大丈夫ですか。いや、ちょっと俺なんか怖いんだよ。ちょっと怖いよな、これ。でも他に作戦ないよね。ないっすもんね。マテンロはちなみに梅ちゃん違うから大丈夫。多分大丈夫。じゃあ作戦どうぞやってください。はい、負けた。ええ、あやっぱあれだったんか。マジで難かった。マテンロだったんだ。ビルやばかった。マテンロ踊り場教えて死んでた。マテンロはニューヨークです。大谷です。ああ。そうだったんだ。言われれば確かに。うん、なるほど、うん。で、ボーダーラインは精神疾患です。申し訳ない。ボーダーですね。で、竹は生き物です。あーボーダー、あ、僕ね、今日、まあ、生き物もうこれマジで難かった、本当に。え、ボーダーラインって精神疾患ってなんでなんですか？わかんないですわ。あの、境界性。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、ね。そう確かに。え、あとはね、あとね、ニューヨークじゃない、ロサンゼルスらしいですよ、大谷。そうですね、俺もどっちだったかなって思ってました。ニューヨークニューヨーク感もうちょっとあると思います。はい、えでもうまかったよね。あのその読ませ方はいいけど、ただ、うん、マジでギリギリ全然わからなかった、これマジで。なるほど、ね、すげえ。しかもビルとマテンローって俺ら黒だったの危なかったね。そう、もう死ねます、ね。やめてくれと思って、踊り場じゃないと。ね、確かに。いやこれはちょっと逆にちょっとシュートが成長してたら 3ばっかあったもんです、強かった、ね、いやでもこれ自然酸相当怪しくないですか。ちょっと聞いてみよう自然酸危ないよこれ。マグの後竹が自然聞こうよ。汚い何だった。汚いは白があるからいいかなと思って、汚いが泥水とあのトレのオッパーってあの汚い作戦なんでずるい。あで、とあのマジの偏見でキャッチャーですね。キャッチャーが汚い。いや汚れるじゃないですか。汚れる。汚れるから。人工汚れるだろ。白悪いんすよ。おるわ。まあ、そっか。あと一生トラボさんがシュートトロイの奥歯知らないと思うからないと思うんだよなってずっと言ってて、どんだけ俺のことバカだと思ってるのっていう。いやだって作戦ってだってこれここで来るかって思って。確かに。じゃあシュートさ、自然って何？やっぱり風芝。自然は風と芝となんかまあ泥水ですね。マグマ無視なんだ。マグマは自然には含まれない。大自然そのものですよね。あれはお前作れるんだな、じゃあな。いいね。あれは自然物じゃないと思ってます。新幹線は？あ、新幹線は、レールと入場料と、うん、雰囲気で一点突破ですね。おお、すごいね。梅原よく分かった。梅ちゃんがすげえ分かってました。あ、梅ちゃんすげえ。じゃないと電車にするから絶対。そうですね。なんか行けるのは新幹線かなと思って。で、まあ上取り引いても白なんで、まあいいかなぐらいの。なるほどね。あれでしたね。たまたまうまくいきました。いや、一点突破マジかっこいいわ。いや、これはちょっと折笠さんやられましたな、これ、シュート。やられました。正直。やられました。これはもう、負けを認めますよ。そういう時に負けを認めます。生き物5でしたからね、最後ね。いや、もう1回やるしかなかったもん。やるしかなかった。通常入れるしかないのか。そう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 。そうですね。1だと。俺も、いや、お前、その後9入れてたじゃねえか。精神疾患。あ、パネルクリックしたら開けられるよ。トイレとか大丈夫ですかね。あ、ちょっとトイレ行ってきますわ。嫌いです。大丈夫です。大丈夫です。ああ、そういうことか。じゃあちょっと行ってきます。トイレ行ってきます、私も。はい、俺も行ってきます。やべえやつと思われてる、あれがちょっと、あれだったな、足引っ張ってたな。フシも一緒。一点突破でもうまいこと言ってるから。フシは絶対にフシは汚いと思ってるって。いや、フシの人綺麗ですよ。俺会ったことありますけど、フシの人は綺麗です。誰だよ。
タロボさんがすごいずっとね、シュートはシュートだったらこういうみたいな違う方向に行こうとしてたから。いやいやいや、そんなことないよ、ね、1点突破は俺もね押したしね。そう、いやナイスの部分もちろんありましたよ。うん、いやでも新幹線はうまかったね。あ、本当ですか。うん、あとまあ二人三脚結構分かんなかったんで、相手引いてくれたのがでかかったっすわ。そうね、確かに。そう、それはそう。いや、今思うと頭がおかしかったよね。大谷と二人でやってたから、二人三脚。二人三脚とか言って。俺が座ってくれたんで。だいぶ連想。で、他に大谷がなかったのが、でもあれっすよね。結びつけるしかないっすね。そう、大谷ってもう一個、何でしたっけ。いや、マテンローが。お待たせしました、すいません。大谷がマテンローなんで。うん、それがかなり。戻りやした。もれな。はい。いや、おもろい。ワードがいい感じに増えてて。いいね、楽しいね。新しいワードが増えてますね。戻りました。うん、はい、わかりました。すみません、戻りました。グーグー言ってるけど、自分がスパイマスターになった時に相当なんかやばいことをしそうな気がして。そうなんですよね。それはマジで。それはマジでこのゲーム。あとちょっと思ったんですけど、皆さん、はい、ハンサムさん、実はレベル低いんじゃない？多分高いんじゃないですか。お、いや、気づきましたか。ついに気づいちゃいましたか。嫌すぎて、みんながついていけてない。多分一周しちゃって下に見えてるだけで、相当上の可能性がある。いや、これはかなり鋭い指摘ですね。いや、黒人さん。かなり鋭い。はい。この人、前回かな、前々回出したのがカタカナ語っていうヒントで。カタカナ語です。カタカナが全ての中で10倍ぐらいあるんですよ。カタカナとカタカナじゃないもので世界を二分するっていう技。そう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 。分断するって戦略ですね。非常に濃厚な戦略ですね。やばいなと思いました。ハンサムさん、行きましょう。うん、精神疾患のボーダーラインなんかなんとか帰りなんとかって知ってたわけでしょ。すごくない？まずちなみに国さん、前回は漢字3文字。俺スパイマスター。次行きますわ。次行きますわ。次行きます。俺スパイマスターあります。